はい、皆様こんばんは、としあきです。今回は JR 西日本のローカル線でね、よく見かける、まあ、制限25、いわゆるよく言われる必殺徐行ってね言われるような区間の話をしていこうかなと思います。ただちょっとね、一点ちょっとお断りなんですけれども、いろいろ調べたりはしたんですけれども、これ確実にこうっていう話ではないので、若干ちょっと私の認識が間違ってたり、もしくは他の理由があったりする可能性がありますので、そこのあたりはあらかじめね、ご了承いただければなと思います。一般的にね、今言われてる内容っていうのをまとめて話そうかなという感じですかね。はい。でこの必殺徐行なんですけれども、制限25、ローカル線でねよく見かけるんですけれども、 JR 西日本以外ではもうほとんど見かけないのかなと思います。こんなにたくさんあるのは JR 西日本ぐらいじゃないかなと思いますね。なので JR 西日本はダメだとかね、よく 言われたりもするんですけれども、まあこれはこれでね、今から話しますけれども、まあ仕方がないというか、ローカル線を存続する上でのまあ一つの手段なのかなってね思ってたりもします。はい。でこの制限25なんですけれども、まあ、よく言うね、補線をサボるから線路をね痛めつけるのを防ぐために制限25にしてるかって、ね、よく言われるんですけれども、それは違いますね。特にそこだけスピードを落としたところで補線の手間がね減るわけではないので、そこはね関係はないと思われます。なんですけれども、で、じゃあ実際にこの制限25、どういう区間に、存在するかっていうと、今ちょっと映像でね、紀新線の小台に乗った、区間の制限25のところ映像出してますけれども、崖の部分とか、あと川沿いとかに主にあるんじゃないかなと思います。なんでかっていうとね、例えば崖の部分は上から、土砂がね降ってきて、これ降ってきてる途中だったら、まあどっちにしてもダメですけど、降ってきてで線路上に落石物が、落ちてる場合、もしくは川沿いだったら川ね、川の水で路盤がえぐれて、まあ路盤喪失っていうのかな、線路が宙ぶらりになってたりとか、するのをね、するのがすることがあるんですけれど、まああったらいけないんですけど、そういうふうなことがあった時に簡単に発見できるように、で実際本来であれば、例えば崖崩れとか地層のところは、まあ崖を補強するなり落石を防ぐなりの処置をしないといけないです。で川沿いだったら川がね、洪水になったりとか水が増えて水流でえぐれたりしないように川の方も補強しないといけないんですけれども、それむちゃくちゃお金かかるんですよね。まああとはお金かかる以外で、例えば今まであったケースで、その崖が JR 西日本の所有物だったら、まあ JR 西日本の権限でというかで、ね、お金で直すっていうのはいけるんですけれど、そこの所有物が例えばよそ の JR 西日本じゃない人の所有物だった場合とか、これ今まで岡山津山線の件で岡山市の所有物でだったかな、それで誰がお金払うかっていうので揉めたケースがあるんですけれど、岡山市が払うのか、岡山県だったから多分市だったと思うんですけど、まあ、だからね JR が払うのかっていうので揉めたケースがあるんですけど、そういうふうなことでお金を払うのが誰かが揉めててね、工事できないとかっていうのを含めて、もしくは、まあ言ったようにね、JR 西日本の責任で直さないといけないところでも、お金むっちゃかかるんで、まあそこはね、まあ仕方がないから放置する。そういうふうな、まあ大規模に補修しないといけないところを、とりあえず後送り、もしくはもう放置する代わりに、そういうふうなことが起こってた場合、何かさっき言ったように落石とか、川がえぐれてたりとかした時に、普通のスピードだったら間に合わないので、直す代わりに何かあったら止めれるスピードで走るっていうのがこの制限25の意味ですね。なのでまあとりあえず何か起こることを前提にしてるっていうのがこの速度の制限です。はい。まあこうすることによって目視で
危ないところは、危ないと思ってね、止まれればね、それで事故は防げるんで、で、その後どうするかっていうのは、まあね、その時に直せばいいので、とかね、落石を撤去するなりね。はい。まあ、これ、この話を聞いてわかるのが、まあ、ローカル線を本来残すのに、すごいね、お金が、特にローカル線ってね、崖沿いとか、川沿いとかね、よく走ると思うんで、だからよくありがちなところを全部直していたんですよ、今までね。だからむちゃくちゃお金かかってたんですよね。なので、ローカル線維持できないってなってきたんですけれど、これを、この維持のお金を減らすことによって、なんとかローカル線を、残すっていう風な考え方にしてるんで、ある意味 JR 西日本は、廃止をできる限り防ぐためにやってるっていう、そう聞くとこの制限25っていうのも考え方の一つとして、ありなんじゃないかなと思ってくると思うんですよね。制限25っていうのはこういう風なのじゃなくて、ちゃんとしっかり、やります。ただお金がなくなった、そんなの直せるお金がないところはもう廃止します。だったらね、どんどんね、廃止しなくてはいけなくなりますけれど、そうじゃなくて、まあちょっとその崖を直したりするお金はむちゃくちゃかかるんで、そこは勘弁してもらうけれども、何かあったら安全に泊まれるようにします。だから頑張ってローカル線は残します。だったらね、ね、考え方で、これ多分国の方も認めてる方法だと、じゃないとね、勝手に JR 西日本のね、あれで権限というかでね、こういうことをしまくってたら、まあね、国は絶対知るところになるので、そしたらこれはなんだっていうことで、ダメだって言われるはずなんですけど、もう長年やってるんで、国も別に問題はないとしてるんでしょうね、これをね。うん、なのでまあローカル線を残すために、まあね、考えの一つとして今何回も言ってますけれども、だからこれを悪とするんだったら、本当にローカル線なくなっていきますけどいいですかっていうね、話になりますね。だからちょっと話はちょっと変わりますけど、例えばローカル線、線路ですけど、今回はね、道路とかでも人があんまり通らないような道路は、結構落石注意の標識だけ立てて、で、まあ落石があったら止まってくださいっていう風な、落石注意の標識っていうのも、落石上から落ちてくるのを気をつけろっていう意味じゃなくて、道路に落ちてる落石に注意してくださいっていう標識なので、同じように線路に落石が落ちてたら止まれるようにっていうね、だから道路とかでも普通にある考え方なんで、まあそれを応用したね、この誰が考えたのかわからないですけど、一番初めにこの裏技を考えた人は頭いいなとね、思いますね。だからね、雨の時はさらに制限を落とせっていうね、標識があったりするようなんですけれども、ちょっと私実際に見たことなかった気がするんですけど、それも雨の時は見通しが悪くなるので、さらにスピード落としてくださいとか、うん、であとディーゼルカーとかだったら制限25でいいですけど、貨物とかああいうやつはさらに遅いスピードにしてくださいっていうのも、ブレーキをかけて止まれるスピードがディーゼルカーの方が速いからというかね、急ブレーキかけれるから多少高くてもいいけども、機関車とかだったら止まりづらいから、さらに速度を落としてくださいとかっていう風にしてるとかね、まあまあその辺はだから臨機応変に。でこれ今回の紀新線とかでね、なんとなくまあずっと見ていただいたらわかるんですけれども、この制限区間が上下方向、上り方向、下り方向というか、方向によって若干ずれてるんですよね。でこれなんでずれてるかっていうと、さっき言ったようにそこの危険箇所を遅く走るっていうよりも、事前に、落石とか線路がなくなってるとかっていうのを発見するための徐行なので、その危険箇所よりも手前から徐行をかけてるっていうことで、方向によって区間が食い違っている、まあ、そこ抜けてしまえばね、特に危険箇所を抜けてしまえば特にゆっくり走る必要はないので、なので
危険箇所を除いたところは上下で食い違っているという感じですかね。はい、その辺紀新線のね、方向展望をずっと見ていただけるとなんとなくね分かってくるかなと思います。で、後方展望ねずっと見ていただけるとなんとなくあここはこういう理由かなとかって分かってくると思います。はい、で、先ほども言ったようにこれはローカル線 JR 西日本のローカル線特急が走ってない区間ですかねに主にあるんですけど、たまに特急が走ってるところとかでも制限25とかがあるところもあります。例えばね、伯備線で前乗った時に制限25かわからないんですけど制限40とかむちゃくちゃ遅くなってたところがあったんですけど、そこはそれこそ今崖崩れを直してる途中だから今だけ減速っていうのはそれはね予想でもねありえると思います。でそこ何年か前制限がむちゃくちゃ低かったんですけど、そこをこの前通ったら制限なかったんで、だから崖崩れの補修が終わって制限が戻ったっていう感じで、一時的だったらね予想でもあるとは思いますね。はい、まあ、逆に言うと多分これ一時的に今までだったら工事の期間中とか、まあ、すぐにね工事入れないのでその間に制限をかけてたことをまあずっと一時的にしてるっていう考えなのかもしれない、いつかはやります今は今ちょっとできないっていうそのねその考え方をもうね拡大解釈してなのかな。まあでも本当にねローカル線残すためにはねこういう風な裏技も必要なのかな。だからまあできる限りねコストはかけずにローカル線を残すっていうので多少お客さんの方にも不便かけるかもしれないですけどっていうのはまあありなのかなっていうね、うん、感じですかね。はい、というわけで今回は、制限25のね必殺徐行について話をしていきました。今回は必殺徐行のね区間を見てもらいながら映像を流しながら、動画にしましたけれども、またこんな感じで動画がある区間とかであれば話してるね内容とリンクさせたものを流したりも、していこうと思ってますので、はい、またね見ていただけると嬉しいです。で最後にねもう一度言いますけれども、今回の話は、私がいろいろ、まあ、調べはしましたけれども、はっきり JR 西日本がこうだからここの制限25にしてますよっていうのを、公表を多分してないはずなので、なのでまあいろんな方の話とか、まあ私がねさっき言った因美線とか紀新線とかローカル線に乗った時の状況とかを見てねこうだなっていうので話をしましたので、間違ってる可能性はありますので、そのあたり、もう一度再度になりますけれどもご了解いただいて聞いていただければなと思います。それではまた次の動画でお会いしましょう。みんな動画を見たらコメント書こう。チャンネル登録よろしくね。